はい、世界の皆さん、こんにちは、こんばんは。こんにちは。やりたいチャンネルです。はい。はい、ではですね。なんで笑われたの、ひどくない？人の顔見て笑ってるの。はい。オーナー、本日のお題をお願いします。それすら飛んだぞ、今。疲れてるね。だそれやったらダメよ、これ飛んだでしょ。はい。はい、なんでしょう。うん。まあ、こういうチャンネルを見てる方だと神社仏閣に行くのが好きとか、うん、まあ、お家に神棚があるよ、仏壇があるよって、うんうん、ちゃんと綺麗にしてますよっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけど、大体の方そうだと思うね、うんうん、まあ、そういった場面であのお願い事をしたいなって、ああありますね、うん、まあ、言うこと、うん、まあね、絶対あると思うんですけど、うん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 、そういう時の注意点、注意点か。ああ、それはね、確かにね、あるんですけれども、これ皆さん、うん、結構あのね、ものすごい簡単なことを見落としてるっていうのがあるんですよ。うんうん、例えばですよ、まあ、有名な神社に行ったとしましょう。うん、ね。で、行って、ガランガラーンってやって、お賽銭入れて、うん、で、柏で打って、うん、ね。で、まあ、ここで今かなり省いたけどやり方、柏で打って、で手合わせて言うじゃないですか。で、その時に、お金持ちにしてください。私に大金ください。とか、ね、素敵な彼女ができますように。とか、言うじゃないですか。でもなんで？うん。なんで？うん。だから、なんでお金が欲しいの？ああ、なるほどね。なんで素敵な彼女欲しいの、うん、っていうところなんです。うん、だから、いきなり、ね、言うなれば、もっと言っちゃうと、中にはものすごい切羽詰まって困ってる方がいるじゃないですか。うん、ね。もう、とりあえず神社行って、ガランガランってやって、お賽銭パーンって入れて、それから、助けてください。ね。で、その足で、お寺行ってね、うん、助けてくださいって言っても、うん、どうってお話。いや、助けるけど、ちょっと待って、助けるけども、ちょっと待ってよ。何をってお話じゃないですか。何をどうしてほしいのかっていうこと？うん。うん。いや、いきなり、それはもう工事の存在だから、まあ、正直わかってると思うのね。あ、こいつこういうことなんだろうなーっていうのが。うん、でも、何事も順番、順序っていうのがあるのであって、うん、ちゃんと、ね、工事の存在がそれを聞き入れていただけるようにし、ね。こちら側しないといけないわけでしょ。うんうん、例えばね、僕がですよ。うん、まあ、例えば、オーナーをね、他人として考えて。うん、で、コンコンってオーナーが出るじゃないですか。うん、ね。はーいって出るじゃないですか。助けてください。いやいや、ちょっと勘弁してガチャって閉めちゃうでしょ。誰こいつみたいな。誰が何をどうしてほしいのみたいなこと、ね。そう。何この人怪しい、バーンって閉めちゃうでしょ。うん、と同じことですよね。まあそうよね。普通は。たくさんの人たちから毎日毎日お願いをされるわけ。うん、だから、誰が何をどういうふうにして、きちんと説明してもらった方が、ああ、わかりやすかった。じゃあ先にそれかなよ。みたいになるわけ、ね。ということなんです。うんうんうん、なので、助けてくださいって言っても、その、いろんな意味であるじゃないですか。うんうん、例えば、そうですね。今自分の体が、うん、その、まあ、病気とかでね。うんで、ちょっと治るのに時間がかかるよ、うん。下手するとちょっと治んないかもしれないよ、とか。で、そういうのなんかでも、うわ、もうほんときつい。もうほんと助けてください。神様、仏様、うん、お願いします、みたいな。で、ほんときつい。助けてくださいって言われても、いや、わかってるんだけど、まずは何をどうしてほしいのっていうところなんです。うん、だから、その状況の説明とかね、きちんと。なんで最初に言ったように、大金欲しいです。私に大金ください。知ってるよ、分かってるよ。でも、ね、きちんと説明しよっか。分かってるけども、言おうか。っていう話なんですよね。何のためにっていう、うん。例えば、こう、まあ、今で言うと、コロナとかで、うん、ね、自分がやってた、仕事で、まあ、ちょっとね、もう悪いけど今月いっぱいであなたごめんね、みたいな感じで、うん、になってしまうかもしれないじゃないですか。で、ちょっとでも蓄えがあったけれども、もうそれさえも底つきかけてますよ。もうお金ないです。どうしよう。助けて。っていうところなんですよね。だから、現状において生活が、大変苦しいです。なので、私に
お金をください。どうかお助けください。みたいな感じ、うん、もう、こう、すごい今、簡潔だったけど、言い方が。同じ状況でも、助けてください、うん。それは職が欲しいのか、就職をしたいのか、お金が欲しいのか。例えば、それ自分で起業するような力が欲しいのか。うん、そうだね、資金力的なものとかさ。いろいろあるじゃない。うん、その今の状況は、もしかしたら、上の人たちは分かってるかもしれないけど、うん、どの部分を助けて欲しいのか。そう今はとにかく生活をするお金が欲しいです、うん、何日までにこのお金がないと生活ができません、うん、みたいなことが分かればあじゃあとりあえず職を紹介するよりも先にお金なんだね、うん、っていうのが分かるわけね状況は分かってくれてると思うけどそれを何が一番こうして欲しいのかそうっていうのから投げていかないとさ、うん、お金が全然ないのに就職先が決まっても翌月までどうすんだっていう給料までどうしようかなってなっちゃうからね、うん、だからまずはお金ですそうですねでも順番を追ってねで、うん、それが叶ったらありがとうございましたってお礼に言って必ずねあそうお礼は絶対に必要だから、うん、だからすごい遠くの神社とかをそちらの方角向いてお寺とかだとそう、うん、手を合わせてくれればいいです、ね、言いづらいけど何々神社でお世話になりましたっていう話をそう、語りかけがね、大事。うん。うん。なので、そうすると、あ、まあ、こいつ来れないけども、まあ、あの時は来たけども、まあ、今ちょっと来れる状況にないから、まあ、しょうがないな、っていうところで、ちょっと負けてくれる部分もありますんでね。うん。うん。そこら辺はやっぱり、神様、仏様、すべて慈愛の存在っていうことでね。うん。だから、それは機会ができた時に、うん、じゃあ、お前来いよ、っていう、ね。そう。っていうことに。まあするしかないのでね。そう、正解はね、それが、うん、正解。でも、お礼はきちんと。の言い方。うん。しましょう。まあでも、本当にヒマラヤの方まで行ってね、とかね、うん、もう本当に全財産投げ打って、それでお願いしに行って叶った。で、願い叶ったけど、今そこまで行く資金ないや、なんて言ったら、もうその方角に向いて、手合わせて、もう丁寧に、ありがとうございました。うん。うん、まあ、日本国内でもね、例えば出会いが欲しくて、結婚したいから、出雲に縁結びに行きますっていう人は多分いると思うのよ。うん。いるね。ね。例えば箱根のさ、くずりゅうさんにお願いに行きますって。まあ、有名なところにね、縁結びとかってその辺だと思うけど、うん、行きますとかっていう人はね、いると思うの。関東の人だったりしてもね。うん、やっぱそこ、急にはお礼には行けないからさ、うん。そうなんだよね。なので、願いが叶って、そのお礼をするのをね、うん、もう、ポンって飛んでる方が結構多いので、うん、なので、まずは順番としては、ただ単に自分の願い、その、要点っていうかね、願いを言うのもいいんだけれども、まずそれ言うんじゃなくって、何のためにそれを言うのか、何のためにそれを願うのか、うん、ね。今こういう状況なんです。そこで、このお願いをしたいんです。このお願いをしますって伝えて、で、叶ったら、うん、もう必ずお礼をする。これ当たり前です。うん、よく神社とか仏閣とかお願いをするときに、うん、名前を名乗りなさいっていう人いるじゃないですか。うん。うん。まあ、いる。ね。本当は住所とかね。住所と名前を名乗る方がいいっていうのはどうなんですかね。うんうん、それはね、一番ね、わかりやすいといえばわかりやすいので、もう個別だもの、本当に。まあ、個人が特定しやすい。まあ、ちょっと言い方はあれだけど、うん、その、神様、仏様的にも、個人が特定しやすくてわかりやすい。そう。だから、ご祈祷なんか受けるときでも、静岡、まあ、僕らだったらね、例えば、ね、静岡県浜松市北区、うんうん何々のどこそこ町名みたいなところまで言うじゃないですか。うん。で、誰それ、上田誰それみたいな感じで言うじゃないですか、全部。っていうことは自分たちも行った時に、浜松市北区の上田ですって。そう。で、今こういう状況にあるので、ここの部分を助けてください。うん。っていうことを言えばいい。そう。うんうんうん、で、叶った際には必ずお礼に参りますので、よろしくお願いしますっていうことを。そうです。言えばいいと。っていうことです、うんで。ただね、そこまで丁寧に、言うのが本筋ではあるんですが、
人の気配がして、チラッと後ろ見ると、長蛇の列なんてなってると、ね、うん、どうしてもね、その焦りが出ちゃって、言いたいことを忘れちゃう時があるんで、もう皆さんね、助かりたい一心とか、今の状況を良くしたい一心で来てるので、やばい、あの、後ろに人いっぱいいる、ああ、どうしようってなるのはわかるんだけれども、そこで、きちんとお伝えしないと、逆にね、上の方たち、神様、仏様は、んで、お前何しに来たの結局、って話になっちゃうんですよ。分かっちゃいるんですよ。分かっちゃいるんだけども、それを伝えるために今日お前は来たんだろっていうところなんですよね。うん、だから、あの、一人で長々というのと、その伝えるべきことを伝えるのでは、意味が全然違います。ね、長くずっと全部の経緯を喋る必要はない。うん、そう、あの、コロナで職を失ったので、今はお金が必要です。そう。っていうことだけで、あらかじめまとめとくといい。うん、そうだね。何を言うかね。でね、あの、今まさにこういう状況でコロナでね、あの、職失ってお金がなくて、それで彼女にも逃げられて、それから、あの、うちに実家に帰りたいけれども、うん、それもなかなか行けなくて、みたいなね。そこまで全部で、ね、長々と言うんじゃなくて、とりあえず、今、自分にとって一番必要なもの。うん、そこを言えば、そこからどんどん、あの、なんだろう。木からね、枝が発生していくように、その発生してどん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 ね、うん、繋がっていくんで、うん。うん。なので、それは勝手に発展していきますんでね。で、ここで忘れ、もう一個忘れちゃいけないのは、願いが叶ったらお礼言うって言ってたじゃないですか。うん、で、それが元で僕今言ったように、枝葉のごとくどんどんこうやって出てって、で、一つ一つがいい方向に行ったら、うん、その都度その都度、あ、これは、うん、あの、お願いした、まあ、その神社仏閣のね、神様、もしくは仏様のおかげだ、と思って、一つ一つのことに対して言っていきましょう、うん。うん。実はこれね、ある意味試されてる部分があるで、最初の願いは叶った。うん。ああ、ちゃんとお礼言ったな。じゃ、その次は、どうなるかな。なあ、言わないんだ。あ、そうなんだ。あ、じゃあ俺じゃないんだ、次は。そうそうそう。うん。ってことになっちゃうね。そう。だから、どこまで行っても、一個かなって、それを起点に、次から次へといいことが、発生していったら、関連付けられていいことが、連鎖みたいな感じで発生したら、その、一個一個に対してもお礼を言うのが、本筋です。うん。はい。ここ注意点です。重要です。うん。うん、と、まあ、そんな感じかな。だから、だらだらとね、言うのと、もうさっきも言ったけども、だらだらと言うのと、丁寧に言うのでは意味合いが違うので、うん、もし、神社仏閣でね、もう、神様、仏様、どうかお助けくださいっていう、そうした願い事、頼み事がある場合は、行く前にあらかじめ簡潔にまとめておくといいです。うん。うん、で、中には、さっきお投げたようにね、住所、氏名だけじゃなくって、生年月日。あ、もうこれ完全特定されちゃうんでね。うん。なので、まあ、僕なんかも僕たちも神社仏閣好きじゃないですか。うんうん、で、僕たちの前に、まあ、本人ボソボソ言ってるつもりなんだろうけれども、結構声が大きい方っていたんですよね。で、何々県、何々市、何々町、何年、何月、何日生まれ、誰それ何がしですみたいなことを言ってる方がいたんで、ああ、なるほどね、この人すごいよくわかってるなと。うん、もうちゃんともう、この世にと、この世で、自分ただ一人、この存在はただ一人ですっていう、もうすごい明確な言い方をしてる方もいらっしゃったので、なんならそこまで言っても僕は全然 OK だと思う。うん、まあ、口に出さなくてもね。うん、そう。個人情報だから、口には出さなくていいんだけど。丸聞こえだったんだね、僕。うん。いやー、そこまで言っちゃうんだ。そうそうそう、言うのはいいんだけど、口には出さなくていいと思います。うん、どこまで言っても、この中でね、うん。うん。で、あとはそれをきちんと、お願い事を一通りしましたら、どうぞよろしくお願い申し上げますみたいな感じでね。うん。で、今日は来させていただいてありがとうございますって言って、そうだね。帰るといいかな。うん、なおさらいいよね、うん。で、それで、かといって、いるんですよね。お願いしたから、頼み事したからもう大丈夫。ゴローンとしちゃってね。絶対叶わないから。上から見てるから。
俺も叶えるよ。じゃあ、お前もいつも通り努力しろよ、頑張れよ。やんないんだ。まあほらね、就職活動してないのにさ、とか転職活動してないのにさ、職が決まるわけないじゃん。うん。うん。そんな話振ってこないとは思うよ。うん。うん。だから、自分が動いてるからこそ、後ろから押してくれるわけであって。そう。全部を全部、お願いしますっていうわけにはいかないよね。そう。うん。だから、例えばね、お金ないですってお願いしといて、それで、いつも通りきっちりやってた。そうしたところね、うん、上司が、例えば僕だったらね、うん、いや、だからちょっと、って呼ぶわけですよ。なんでしょうって言ったら、うん。お前すごい頑張ってるって聞いてるんだよ。いや、お前がいるから本当助かるんだよ。うん、でな、うん。まあこれ、臨時のな、まあ臨時収入として、これ前回一致して、役員前回一致してこれをな、うん、あいつあれだけ頑張ってる、これからも頑張ってもらいたいっていうのもあるから、これを、じゃあこれは当然ちょっと内緒でな、みたいなのも、内緒ってことはないんだけど、のも、うんうん、あるんで、うん、うん、実際ある話ですんでね、うん、こういうのはよく聞く話ですんで、うん、なので、普段と変わらないことをやりましょう。うん、言うなれば、普段よりもうちょっと上のレベルで、そうですね、まあ、頑張ったりすると、上のも、上の方たちはことさら、じゃあ、なるべく、巻きでちょっと先に、みたいなね。こんなに頑張って、助けよう。こんなに一生懸命やってるのに困ってるんだねって。うん、じゃあ、助けてあげようかって、やっぱりなるよね。うん、まあ、その人間だって同じことでさ。そう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 。一生懸命やってる人はやっぱり助けてあげようと思うしね。うん。うん、寝てるばっかの人をさ、助けようとは思わないよね。そうした働きかけっていうのも出てきますんでね。うん、お願いしました。頼みました。ポーンって上に投げっぱでは、何も変わらないので、ね。なので、普段通り、もしくは、それより、まあ、無理をしろとか、言ってないんで。ああ、そういうことじゃないね。うん。普段通りか、もしくはそれよりもうちょっと、プラスアルファで頑張ったりすると、うん、うん。働きかけっていうのは、間違いなくあります。うん。あと、自分たちの後押しもあるし、うん、うん。もう本当にね、もう嘘か誠かって、もう自分でも忘れてたようなね、通帳が、もうね、何もやる気なかったのに、ああ、タンスの整理でもする、なんじゃいこれっていうのが出てきたりとか、うん。うん、とか、普段、くじなんか買いませんよ。でも、何気なーし、ああ、こういうのあるんだって買って、ね。それで、スクラッチ削ったら、100万ってマジかっていうようなね、のもあるので、うん。と、まあ、そんな感じかな。うん、で、それら一連のことがあったら必ずお礼を申し上げる。はい、もうこれは鉄則です。うん。うん、特に妙計のね、ご神仏に対して、うん、お願い事、頼み事するじゃないですか。妙計って、皆さん怒ってるんですよ、もともとは。まあ、怒ってる方たちなんですよ。怖いよね。うん。うん、で、普段怒ってる方たちをさらに怒らせる話になっちゃうんで、もうね、特に妙計のご神仏にお願いしたら、絶対にね、もうこれ、土の工事、工事の存在でもそうだけど、なくても特に妙計だけはもうほんと気をつけて。まあ、ちょっとそんなこと言っていいのか分かんないけど。めっちゃ手厳しいからね。仏様とか神様って、やっぱりこうランクがある。そう。のね。うん。で、仏様だって特にそうなんだけど、上の方へ行けば行くほど、やっぱり怒らない。慈愛に満ちてるよ。ああ、もう分かる。まあ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 、っていうところなんだね。やっぱ修行をされて上に行くっていうのが仏様なので、うん。修行をしてた過程がこうね、ずっとあるっていうのが仏様で。そうね。上の方の方はやっぱり怒らないね、あんまりね。うん。それを支えてる人たちが怒るんです。そう。天部の方たちも、まあ、天部の方たちはね、うん、まあ、それでも、お怒りタイプと、慈愛タイプと、すごい分かれるんだけども、そこからね、じゃあ次、自分、お世話になりました、妙計入ります、みたいな感じで、妙計に上がった、上がってるともうみんな険しい顔してるんですよ。あれみんな怒ってるんですよ。はっきり言って。うんうん、それは何に対してっていうと、もう、
諸悪根源すべてのものに対してなんですよね、うん、だから完全懲悪なんです彼ら、うんうん、もちろんその怒ってる中でも愛情を持って怒ってるよもうっていうのもあるんだけど厳しい面もあるんですけどだからこそ余計にあのね礼儀作法はうるさいうるさいって言ったけど、うん、あの、うん、まあ、厳しい人を成長させるために怒るっていうね、うん、まあ親みたいなもんでさそう口うるさくなっちゃうよねっていうのと同じことでねそう諸悪根源を踏みつけてるんだから成長させようという気持ちが強い方たちなので、うん、まああの怒られるようんかなりねだから、明王系の、ご神仏にお願いするときは本当に気をつけてくださいねその代わりパワーすごいですうんね、私たちなんか常に不動明超行動力行動派彼ら常に不動明王にお願いをすることが多いので私たちは、うん、まあなぜかというと鳥年2人とも鳥年で、うん、その守り本尊が不動明王様そうでそれを意識してずっといるから、うん、不動明王様にお願いをしたりご挨拶をするっていう機会がどうしても多いんだけどそうねまああんまり私はお願い事はしないけど不動明王様にはねうんうんまあ、実家に帰った時にね自分 の, あのいつも行ってるところではお願いをするけど、うんまあ、そこぐらいでしかしないかな、うん、なのでね今回、そうですねこの動画を、うん、なんか何かの検索でこの動画引っかかりましたなんだこれと思って見て、ね、そうした方たちは前にも言ったけど、見る必要性があったから引っかかったと思ってください検索にうん、うん、まあおすすめに出てくるそうで見てね最後まで見て顔真っ青になる人結構いるんじゃないかなああそういうことかって思う人も多分いるんじゃないかなと思うよ、うんうん、やべ俺そういえば成田さん不動明王様やっべみたいなねあそこは怖いと思うよ、うん、やべあそこの不動明王さんに俺お願いしたけどさそりゃ叶わないよね。願いなかなか来ないよね。みたいな。本当は、本当はお願い事するんだったら、あの、自分の産神様、まあ、生まれた場所の近くの大きな、うん、まあ、大きなというか、ここだなって自分が思うところにお願い事をするとか、うんまあ、今住んでるところの近くでお願い事をするとかした方がお礼も言いやすいし、うんまあ、叶える方も、うん、ああ、そこのあいつなみたいなことがなると思うので。うんうん、ああ、知ってる知ってる、あそこのあいつな。ああ、いつも来るやつじゃんみたいなことになると思うので、そう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 まあ、近くでお願い事する方が私はおすすめだと思うな。うん。うん、だからどうしてもね、皆さんね、こう、有名どころ、まあ、イコールパワーが強いとかね。私たちも行きたいもんね。うん。っていうことで、行かれると思うんですけども、まあそうした際は必ず、まあ行く前にね、必ずまとめといて、うん、で、それを、お伝えして、で、お伝えし終わったら、まずそこで、よろしくお願い申し上げますで、念押しのお願いしといて、それで、まあ帰って、あとは普段通りに過ごしていただく、ね。うん、で、後日、叶ったらば、できれば、行ったところに対して、またね、行ったところにまた行って、おいで、うん、行ってもらって、それでお礼をね、次回にお伝えする。だけど、その、なかなかにしてね、難しいよっていう方は、その、そちらの方角に向かって、そちらの神社仏閣のある方角に向かって、必ずお礼をしてください。何々神社の何々様。うん。この願いが叶いました。ありがとうございました。また今度お礼に行かせていただきますっていうことを言えばいい。うんうん、で、そうすることで、あ、こいつ見込みあるやつみたいな、うん、ちゃんとお礼が言えるんだなっていうことだよね。うん、そう、うん。割とね、こううまくいってる人って、うん、いろんなことがうまくいってる人ってちゃんとお礼に行くし、うん、そういうものを信じしてる人が多い。多いね。別に宗教に入ってるとかじゃなくて、ここの、うんお寺さんに必ずお願いをしてお礼に行きますって、うん、もう決めてる人たちが結構多いよ大きい会社の人たちでもね要するにそれって自分を信じてる、うん、自分を信じてそこに行くのねうん、うん、俺はここに行くんだ、うん、なぜならば俺自分自身信じてるここで間違いないっていう確固たるそうしたものがあるんでね自信を持って行ってるんで、うん、
そう、だからそうした方たちに対しては、ものすごく、そうか、お前すっげえやつ、みたいな感じで、逆にね、なってなってね、うん、すっごい助けてくれる。うん。うん、まあそんな感じで、じゃあ、エネルギー流そうかと思うんですけども、はい、何がいいのかな？久しぶりに。くんだりにか？違うな。久しぶりにリュウさんの。なんかここのとこシリュウさんがあんまり出てこないような気がするので、シリュウさんを流してもらおうかな、うん、と。パキポキ言った今。うん。リュウさんだってね、お礼を言われないとさ。うん。出てきたいタイプだから。リュウさんって、うん。出てきてもらってお礼を言った方がいいと思うよね。じゃあ、この前、うん、僕の周りちょっと紫になったって言ってくれた人がいて、ああ動画で、そうね、うん、うん、気のせいかもしれないけど、なんかそんな感じがして見えたみたいな、うん、動画そのね、エネルギーのやつ始めたら、うん、ここら辺が紫になりましたって、うん、っていうことで、今これを聞いてシリュウさん、ほーら俺じゃんってね、すっげえ喜んでると思うので、では、本日は我が守護竜のシリュウ様に、うん、ちょっとおいでいただこうと思いますんで、ちょっとお待ちください。はい。そんなに？いやいや。ですよね。うん。あえて今手の甲からこうやって近づけたんだけどね。どうかなって。今まとってるんですけどね。うん。で、それを手のひらにすると。右の方がいいな。右？うん。というわけで、本日はこちら、ブレスレットのない方で、右手ですね。はい、右側で。うん。行きますんで。はい。では、これより、エネルギーを封入したいと思います。違うな、エネルギーを封入させていただきます。はい。よーい、ドン。というわけでですね、まあ、僕の守護竜の、シリュウ様のエネルギーを、封入させていただきました。で、基本的に、シリュウ様はね、前にもお伝えしたように、癒し、回復、すると再生を、主として、なんていうのかな、得意としているリュウさんなんです。うん、リュウさんなんですね。でも、得意、分野はそちらなんですけども、リュウさんっていうのはとてもね、こう、行動的というかね、活動的なので、その、そうした行動面、活動面においてもね、うん、
効果はあると思われますのでね、うん、ちょっとここのところ自分はあんまり行動力がちょっとなーってなっていうふうに思う方がいらっしゃったら、まあまあこのエネルギーを受け取っていただけたらなと思います、うん、あとこの頃自分癒されてないな、行動する前になんかこう慌てふためいちゃって、ちょっと自分を落ち着けたいよな、うんうん、そういえばあんなことがあったからそりゃあ俺癒されないとなみたいなのもあったら、うんうん、そうしたものなんかでもね、こちらのエネルギーを受け取りいただければと思います、うん、4月からね新しい環境になった人もいて、うんうん、5月6月でちょっとね落ち込みがちになる人が多いと思う。そうだね、うん、ね、やっぱりその心身の回復とか、うん、回復があるからこそそれを元にどんどん再生していきますんでね、再生って肉体面だけじゃなくて精神面もそうだし、うん、各種状況なんかもね含まれていますんでね、うん、ぜひぜひ、お受け取りくださいませ。はい、とまあ、今回のてやてやチャンネルはここまでとなります。はい、でこんな感じでいいですよね。はい、はい、というわけで、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、というわけでてやてやチャンネルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すっごい真っ赤だね。真っ赤だね。顔も真っ赤だけどね。うん、これは別で真っ赤だな。酔ってんのかっていうぐらいね、うん、これあの、ね、運動会やけ。そう、運動会でね、照り返し強くて、そりゃもうここも照り返してるぜ。ペカペカだよね。はい。はあ。